ースラーって言葉がありますけれども、知らなければ、まあ、そういう同和問題とかブラック差別問題ということについて、まあ、知らなければ誰も傷つく必要がないし、そういうことを勉強しなくてもいい、認識しなくてもいい、まあ、いわば腫れ物に触るようなね、そういう形でいいんじゃないかっていうようなことをおっしゃる方もいますが、これはダメです、はっきり言って言います。でですね、正直言いますね、こんにちは、自転車チャンネルです。実は昨日3月23日の毎日新聞の、東京版の夕刊、こんな記事が出てるんですね。これ図書館でコピーしてきたんですけども、童話地区明治で削除要請、ネット対応強化。インターネット上にある童話地区（非差別部落）に関する情報について法務局人権擁護局が対応強化した。差別の助長誘発が目的だったりする場合に限ってプロバイダーなどに削除要請をしていたが、目的に関係なく特定地域を童話地区であると明示していれば原則として削除を要請すると。さて、ここで一つ嘘があります。法務省のね、人権擁護局っていうところはね、まあ各地のね、法務局を通じて、こういうなんかね、ネットに童話地区名書いたりすると削除要請してくるんですけども、差別の助長誘発が目的だったりする場合に限って削除要請をしていたって、これ嘘ですね。前もね、動画で紹介したんですけども、解放同盟系の団体が出してた大阪市の童話地区の地図とか、ね、一覧っていうのをね、ネットに載せてたら、大阪の法務局から削除要請来たことあります。で、なんでそれ載せてたかっていうと、大阪でそういう土地差別調査の禁止、つまり部落差別に関わるような、その部落の場所をどこかっていうことを明示するような、そういう調査をやっちゃいけないっていう条例ができたときに、僕はそのサイトに、そんなんざる方でしょって書いたんですよ。なんでかっていうと、こうやって大阪市人権協会みたいなね、もう半分公的な団体が、そういう大阪市内の童話地区の一覧っていうのを出版してて、で、図書館とかね、林保館で見れるようにしてると。で、新しくできたね、その条例っていうのも、例えば探偵とか調査会社が、じゃあ誰々さんはね、どこの出身ですよとかね、そういうことを調べることは禁止されてないんですよ。で、まあ今でも解放同盟とか裁判所とか言い張ってますけども、その単純に住んでる場所が、その童話地区だったら、童話地区出身者っていうことだそうですから、じゃあその、大阪市人権協会が出してる50年の歩みと住所照合すりゃわかるわけじゃないですか。だから、そんな調査禁止なんて、その役所のね、ほとんど外郭団体みたいな、ね、なおかつまあ解放同盟系の団体がそういうことをやってるのに、こんな条例作っても意味あんのと。まあそれでまあ実際参考資料として、その、童話地区一覧というか、まあ地図が書いてある資料、サイトに載せたら大阪法務局から削除要請が来たわけですよ。で、これって明らかに別に差別の助長誘発目的が、じゃないんですよね。ただその、大阪市がバカな条例作ってるっていうことを書いただけなわけですよ。ちゃんと参考資料を示して。で、今はまあ解放同盟と裁判になってるんですけども、別に差別を助長を誘発する目的がうんぬんなんて言われてないですよ。要は、童話地区書いてあるから消せって言われてるだけですから。じゃあ、なんで解放同盟とかの出版物はいいんだって言ったらね、まあ、全国を網羅してないからいいとかね、必要だからいいとかね、昔のものだからいいとかね。まあもうコロコロその場限りの説明をやってですね、へりくずこねてるわけですよ。だから、これ、強化なんかされてないんですよ。別に前と同じなんです。正常運転ですよ。だからそれを、まあまあ一応エクスキューズとしてね、説明のために、まあこうやってこうしますよっていうのを表明したっていう、まあそれだけのものです。実態は何にも変わってないです、昔と。あとですね、何でしたかね。まあ、いろいろ、
差別を助長誘発する目的であることが認められている場合削除要請して、まあこれ嘘なんですけども、しかし同和地区に関するネット情報の中にはブラック差別の解消目的などを掲げていながら実質的な狙いは差別助長誘発であることが疑われるケースもあるという、いやひどいですね。そういうね、悪どいことをする人たちがいるんですよね。まあエセ同和っていうやつですね。そういうブラック差別解消を目的としながら実際はもうね、その差別というものをネタに金儲けしてるわけですよね。だからまあそういう人らにとってはこうプラク問題というものが続いた方が自分らにとっては飯の種になると。まあ実際ね、そういうことをしていらっしゃる人たちもいるんじゃないですかね。誰のことでしょう。まあけしからん人がいるもんです。今回はまあこの処理規定を変えるっていうわけではなくて、まあ役所の内部でね運用を変えますよっていうだけの話で、これにね、なんか童話問題のことも書いてありますよ、確かどこか。あったあった、これ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 、次に掲げる事件以下特別事件というについては救済手続きを開始したときは法務局長は人権擁護局長に、まあそういうことは書いてあります、報告すると。特別事件だそうです。でその中に童話問題に関する人権侵犯というのがあって、まあ童話が関わると特別事件になるわけです。まあ童話っていうのは特別なわけです、法務局の中ではね。まあこの規定にはね、別に童話地区書いたら削除要請するなんていうことは書いてないし、まあ差別の助長誘発が目的云々っていうこともまあ別に書いてないんで、まあそこはもう法務省のね紫三寸というところなんでしょうけども、まあ本来法務省っていうのは一般企業で言えば法務部みたいなもので、コンプライアンスというかね、法律を守るっていうことはすごく大事なはずなんだけれども、実際はもう法律とか関係なしに、というかこの規定自体別に法律でも何でもないですから、法務省の内規でしかないんで、まあ内規すら変えずにコロ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 運用を変えて、でまあこういう童話とか関わるとね、もう何かこう基準があるわけでもなくて、役所の裁量で全部やりますと。で僕としてはね、別に法務省とね公開討論会でもやってもいいんだけども、でも法務省ってそういうことをするような部署じゃないですから、はっきり言ってそういうその人権問題解決のための理念とかそういうものをね自分たちで考えるような組織ではなくて、もうとにかくその人権団体というのをなだめるために、そのまあいろんな部署からこうね移動されてきた人がそのもう頭の中を真っ白にして作業する、そういう部署なんで、だってその人権団体相手にね自分の頭で考えるような人がその役人やってたら、むしろトラブルの元でしょう。自分の頭で考えるっていうことはね、解放同盟あんたおかしいよって言って言ったりする人も出てくるわけですから、そういう人がこういう部署でね働くのに向いてるかって言ったら向いてないと思うんですよね。でまあ人権擁護局のね方に申し上げたいのは、まあ今の部署にまあ2年いるのか3年いるのか分かんないけども、まあいろいろ仕事をやってたらもういろんなことを知ることになると思います。でまあ知れば知るほどっていう世界なのはもうそこで働いてる皆さん分かってるでしょう。だからまあ無難に仕事をこなしてね、まああと面倒なことは次の人に押し付けりゃいいわけなんですけども、ただまあ帰ってからね童話とか部落でね YouTube とかインターネットで検索してですね、でまあネットで真実でバカにされるけども、もう今はもうそんな時代じゃないですからね、もう一時情報がネットに上がってるわけですから、それでですねまあよく勉強していただいてですね、まあ役所の中ではもう面従腹背でいいんですけども、もう家に帰ってからはちょっとねいろんな本を読んで、まあネットも見てね、それで自分の頭で考えるようにしてください。まあそれが人権擁護局の方々に対する神奈川県人権啓発センターからのメッセージです。ぜひ洗脳を解かれて啓発されてください。